第44回、徐州を譲る。兄者は徐州を呂布にやるという、今の窮状をしのぎ我らの夢を引き寄せるためなのだが、やはりつらい。劉備は揚州の公領まで進出して陣を敷いた。2万の兵である。だが袁術の軍は4万だった。袁術の軍が押してきた。押し返す、引く、一進一退を繰り返した。この辺で一度袁術の大軍に泡を吹かせてやるぞ。関羽、趙雲、大きく下がると見せて敵に一度ぐらいは追撃させてやれ。そこで不意に反転して攻め込む。深追いするな。わかりました。やっつけますか。久しぶりに。さあ思いっきり暴れてこい。突如関羽と趙雲の騎馬隊が反転した。二つの隊に分かれ、霧のように敵の騎馬隊に突っ込む。キャー、敵は伏兵を食らったように混乱した。劉備は待機させていた1万5000を一気に突っ込ませた。敵は崩れて回走した。追いまくって日が落ちたところで兵をまとめた。討ち取った敵6000余り、奪った馬500頭、大勝利である。よくやった関羽、ご苦労。袁術の軍は数だけですな。兵に負け犬意識が禁物だ。今日は思いっきり勝って気持ちがよかろう。これで袁術自身が出てくるぞ。もっと大軍でな。張飛がいればもっと勝ったでしょう。この度の張飛は辛い役目だ。兄者、そろそろ張飛も事を起こすでしょう。うん、今が正念場だ。張飛将軍が先によって双方将軍補官2名を殴り殺しました。深夜、呂布は可否からの伝令に起こされた。原因は？わかりません。城内には不穏な気配がみなぎっております。俺は可否城に向かうぞ。呂布が可否城に着いた時、すでに張飛の姿はなかった。可否城の守備兵は呂布の黒ずくめの軍勢を見て黙って従った。劉備殿の館を警護せよ。ご家族を守るのだ。館に踏み込んだ者は斬る。触れを出せ。陳宮と劉備の預けた5000の兵が可否城に入った。可否城の主力は呂布軍になった。非常事態である。遠征に加わらなかった豪族たちを呼べ。3000の兵と有力な豪族が7人集まった。一同に聞く。なぜ兵を連れてこない。なぜ劉備殿に袁術との戦を押し付けた。我らは誰が徐州の主になろうと構いませぬ。我らは徐州の軍であって徐州の軍ではないからです。わかるように話せ。呂布様、我らは昔からの徐州のやり方を守っているだけなのですよ。俺は呂布だ。ふざけたことを抜かすやつはただでは済まさん。呂布様は劉備様のお客でしたな。それがどうした。300の兵と曹操という敵を持つ厄介な居候、呂布様こそこういう時には劉備軍の先鋒でも志願されるべきでした。もう一度言う。援軍を組織しろ。
それは緑様の仕事。我らはこの地でのんびりとやっていきます。のんびり？お前ら炎日が迫っている時にのんびりするというのか？炎日が助手を抑えたらどんなことになると思っているのだ。ああ、初めに誰が主になろうと我らには関係ないと申しました。両夫様は己ああ、助けてくだされ。何をなされます。ああ、両夫は剣を手にした。豪族七人の首が転がっていた。陣球、首を晒せ。はい。またこの者どもの領地に使いを出せ。新しい主を立て、速やかに兵を率いて海上に参集せよ。丸一日待つ。従わねばその領地に攻め寄せる炎日をいざなう。そこが戦場となる。国を守らぬ卑劣さを思い知りながら死んでもらうとな。主の仇を討とうという者は一人も現れなかった。呂布は二日待った。一戦二戦と兵が集まってきた。二日目の夕刻には二万になっていた。呂布は三万の軍を持った。呂布様、助手が手に入りますな。俺の役割は劉備軍が逃げ帰った時助手を返して炎日軍を追い払って終わりだ。戦のこと以外は私の指示に従うはずですぞ。劉備は何日も軍を撤退させ続けていた。兵の出入りする陣屋に関羽が入ってきた。殿、張飛が来ました。入れ。柿城を両夫に奪われました。なぜだ。張飛が柿城の兵をまとめるのを双方が邪魔立てしたので撃ち殺しました。そうしたら両夫が。両夫殿から伝令が来ている。張飛、お前酒を飲んだな。少しは。酒は飲むなと申しつけたのに。バカモン！けっ！けっ！カーン、よせ！この件は後ほど戦議する。今夜また撤退だ。支度にかかれ！ほっ！撤退の準備を終え、劉備、関羽、張飛の三人だけになった。張飛、すまなかったな。痛かったか。まだ痛いぜ。小兄貴、少し加減して打ってくれればいいのに。悪い悪い。手加減して他の者に気づかれちゃまずいと思って。張飛、うまくやってくれたな、そんな役を。お兄貴、今夜は俺もしんがりに入れてください。暴れまくってやる。よかろう。炎術が目を回すほどな。劉備は軍をさらに北へ撤退させた。次の日、日が高くなった頃にはワインの南に達していた。伝令が入ってこの先に呂布が陣を敷いているのは分かっている。ワインの丘に炉の旗が翻った。炎日軍の追撃はそこまでだった。劉備は柿城へ向かったが城外で止められた。予想していたことだった。陳久がむずがゆいような顔をして出てきた。勝敗へ向かわれよ劉備殿。ここは呂布の軍が守ります。劉備殿は元のように勝敗ということで。遠征の軍は解散し、勝敗に入ったのは五千だった。だが
曹操にも演術にも助手は取られなかった。際どかったが、なんとかしのいだ。こんな戦は二度としたくないものだ。あとは助手をいつ奪回するかだった。